クリステンコル、クリステンコルは、デンマークのオルタナティブ教育の創始者、最初のフォルケホイスコーレの創始者。ティステテズのコルの成果にかけられたプレートデンマークの、ユトランド半島のベンシュセル中島西部の町ティステテズ、の靴屋、ミケル、クリステンセンコルとその妻の息子として生まれる。教員を目指しスネステズ市販学校に入学。校長は、グルントビハの牧師で、 ペスタロッチの教育思想をデンマークに積極的に導入しようとしたゲアハート・ブラマーだった。これは成績が振るわず、卒業後は家庭教師、夜間学校の教師などを数年にわたり務める。1842年から1847年までコペンハーゲンで製本技術を学んだ後、トルコのスミルナに旅をし、 最初は伝道師のメシ使いとして、後に製本業者として5年現地に滞在。その後、イタリアのトリエステまで船で行き、そこからは、徒歩で、ティステズまで戻る。その後は、またいくつかの牧師の家で、家庭教師をし、1850年、フィュンの旧地の牧師ビルヘルムビルケダールの家で、家庭教師、ンヤ環境員となる。ここで、子供の学校論を執筆。 子供の教育に関する論文コンクールへの応募原稿だが入賞することなく彼の没後出版された。1851年、リュスリングに古い農民の家を購入し、それを乏しい費用で改装してホイススコーレを開校。この学校はこれから10年存続する。翌1852年にはフィュンの北部にもフリースクール開校。 1853年、ケアテミンネ近郊のダルビューのフリースクールの父母会の要望で、これのホイスコーレがダルビューに移転する。これはこの地で、ホイスコーレとフリースコーレを9年間運営する。多くの学生が彼の元に集まり、彼らは卒業して、故郷に戻り、さらに、フリースコーレを増やしていく。コルの学校は、支持者を増やし、1863年には、 オーデンセの近くのデイロムに募金により大きなホイスコーレを新設、そこに活動の拠点を移し、デンマーク国内ではかなり知られた教育者になった。1865年、これ48歳で21歳の娘クリスティーネと結婚。1866年、グルントビによりコペンハーゲンでの同志の集いの大会の講演者として招かれる。 1870年、デーロムで54歳で病気により亡くなり、墓所は、そこの教会にある。彼には、娘が二人あった。クリステン・コルトその妻、クリスティーネの破壊し、オーデンセのダルム教会の墓地にある、彼は、ニコライ・フレデリク・セベリングルン・トビと並んで、デンマークのホイス・スコーレと、フリースクール運動の生みの親として、 デンマークの学校教育の礎を築いた人として知られている。クリステン・コル、コルの子供の学校論デンマークのオルタナティブ教育の創始者新評論2007年 P30-31 ラーススクリバス・ベンセンによる変差上限ハルコック・グルントビデンマークナショナリズムとその使用風媒者2007年ありがとうございます。